でもね、お盆真っ最中家にね帰って聞いてるなんていう人、うん、多いよ。いや多いと思う、すごい多いと思う、ラジオ聞く人ね、うん、でもねやっぱね日村さん、うん、ちょっと我々はね、うん、この話題に触れないわけにはいかないでしょう。もう今もうね日村さん、お疲れ様です。いやいやいや、そんなのもう俺がお疲れ様でしたね。これはもう設楽さんお疲れ様です。いやいや、僕なんか何もしてないんでね。まだいやいや、何をやってないじゃない。今日やってまた明日もやんなきゃいけないよ。明後日もやんなきゃいけない。いやいや、え、何の話をしてる。ライブ、ライブ、単独ライブ。いや、ここのすれ違いは俺ありえないと思ってるよ。いやいや、これは単独ライブでしょ。違いますよ。え、僕言ってんのは、うん、皆さんお疲れ様です。うん、娘が結婚相手に選んだらショックな芸人、うん、ナンバーワンあざです。そうなんだよ、俺これ知ってんだよ。俺これあざす、見つけちゃったよ俺これ。なんか何気に見つけちゃったんだよこれね。なんで俺こんなので俺これを言ってたんだけども、お聞かせ願いたいけど、俺なぜ俺はこんなに嫌われるんだと親父とか娘が絡んでくると俺異常に嫌われるんだよこれちなみにですね、トップ10が発表されておりまして、うん、まあ、だから娘を持つ父親に聞いたランキングなのかな、うんうん、まあ日村が娘が結婚相手に選んだショックな芸人トップ10で1位にってことで、うん、ちなみに順位なんですが1位が日村さん、うん、ね、圧倒的なんだよねこれね、はい、151ポイント2位が岩尾くん、うん、振ったの121ポイント、うん、でここで30票差つけてるんですね。もうダントツですよ ねこれね。3位に有吉、うん、108ポイント、有吉入ってくるんだねここに、うん、で4位になんと、うん、剣道小林、そうなんですね、107ポイントってことで有吉と1ポイントしか変わらない、うんうんうん、で、その下が、山崎アンタッチャブル山崎、うんうん、6位深川亮、うん、7位が岡村さん、うん、ないないの岡村さん、うんうん、8位に小沢スピードワゴン、うんうん、で、9位に有田さんクリームシチュー、うんうん、で10位に塚っちゃん、うん、ブラックワゴン、うん、ね、これやばいよね日村さん。剣道小林4位、ケンコバさんってさ過去こういうのだとさ、うん、好かれる方には入ってもさ嫌われるとか嫌がられる方に入ってこないじゃん、うん、あの全然入ってこないです。超人気者だからね。ね、それがさ、うん、これちょっと日村さんの影響なのかね。これ日村剣道小林軍団、この2人が入っちゃうってもう最悪な軍団っていうことだ。いや最悪よね。ほんのもうちょっと、いやあると思う、ケンコバさんには申し訳ないけど、うん、ちょっと日村の雰囲気残っちゃって、うん、あいつもなんかやだな、よく見たらみたいなみたいな感じなのかな。あ、いやあると思いますこれは。これ、うん、ちなみにですね理由が、俺ねそんなに嫌われることしてるつもりないんですよね。ねえ、うん、なんとなくルックスが生理的に顔が不細工、うん、外見が受け付けない、子供が可愛くなさそう本当はそうでもないかもですが外見だけで判断、品がなしということでね。もうまあさすがだよね、1位の人がやっぱ取るだけの理由だよね。いやでもね俺も思うよ、うん、日村さん、俺はこれちょっと言っこんな知らないでね、こんなそんな俺が言ってやるよ。どれも、うん、こんな日村さんのこと知りもしないでね、うん、なんとなくルックスだとか、うん、生理的にとかね、言ってよ。そしたら多分こう言ってるやつらだって相当ルックス変だし生理的に受け付けないやつばっかだよ。品がなしなんて言ってるやつなんかおめえの方が品がねえと思うよ。うわありがたいな、そんなね、ランキングのこの理由こんなこと言ってるやつはもうクソクソ以下だね。いや設楽さんそんなに言わなくていいんじゃないの。いや本当に言い過ぎじゃないですか。いや言い過ぎじゃないよ、うん、ただね俺も娘を持つ父親としてね、うん、1位はね日村さんだよ。なめんなよ俺も絶対うちの娘が日村さんを選んだらショックだよ。綺麗に、なぜ日村なんだって。綺麗に落としてんじゃねえよ綺麗に落としてんじゃないよ本当によ。だから全く同じランキングだよ。じゃあ正解じゃないのよ何なのよそれ。なんで日村さん選ぶっていうね。いやだからもう、うん、もう今見たらほとんどがだけどもうルックスだよね。うん、気に入らないんだよね多分ね。こういう人からしたらもう、ね、何があろうが日村がテレビに出たりとかするともう気持ちが悪いんだよ、うん、いやそこまで言ってないよこれは。言ってるよ。娘がパートナーに選んだらってことだから別にテレビ出てて気持ち悪いとは思ってない、うん、多分普段は何とも思ってないんだよ。でもさこれで1位ってすごくない。1位って、俺どんなことでも1位ってすごいと思うんだよ、ね、いやだって前回ちょっと前、前回じゃないな、ちょっと前に言ってたけど、納得がいかないモテ芸人でもナンバーワンだって。いやナンバーワン2冠ですよ。2冠ね。